俺朝倉海やったら勝てるわ、勝てる。まあそんなね、俺がねわざわざリングに上げてね、自分よりちっちゃいやつをこうボコボコにしたらさ、本当にいじめみたいな感じになって、もう一回言いますよ、もう一回言いますよ、ごめんなさい、もう一回言わせてください。朝倉海になら柴田勝てます。お前は格闘技に恩返しをするつもりはないのか。朝倉海よ、モノボース、来たる2月2日愛媛県松山市愛媛プロレスにおいて俺と戦うんじゃ。皆さんこんにちは、カイチャンネルのお時間です。いやー、柴田と戦うためにはるばる愛媛までやってきましたよ。来ましたね。来ましたよ。遠かったね。そしてなんで愛媛なんだいつも。確かに。まあでも本当にさ、やる気なかったけどさ、うん、本当にもうやる気なかったじゃん俺ら。そうだね。もう散々動画で煽られたけどさ、うん、もう絶対やらないと思ってたんだけど、うん、もうジムまで来やがってもう完全にやるしかない状況を作られちゃったから。そうだね。まあやることになったんだけど、もう今日はもう二度とね、もう絡んでこれないようにボコボコにしてやりたいと思います。そうだね。ジムにももう二度と来ないでほしい。そうだね。土足で入ってきやがったからありえないぞ本当に。いや、なんか早速さ、鯛めしとか食べたけど、うん、めっちゃうまかったよ。あ、そうだね、うん、安いね。そしてそうだね。まあでもどうしようね、その柴田どうやって倒そうかな。締め落とす。あ、締め落とすのもいいかもしれないね。そうだね、やっぱね、うん、秒殺で倒したいけどね。まあでもやっぱ失神させたいと思うんで、うん、締め技を使うのもいいかなと。ああ、いいね、うん、まあやろうか。それでやっていきますか。やっていきますか。はい、ということで今会場の控室に、着いたところなんですけど、まあ実はね、今回あの戦うのは面倒くさかったから、友達にジェイクって言って、あの2メーターのムキムキの外国人がいるんですけど、まあ、そいつを入場させて代わりに柴田をボコボコにしてもらおうと思ってたんですけど今日ね、当日になってそいつがドタキャンしやがって来れなくなったから、もう俺がやるしかなくなったんで、ちょっとね、まあやるんで、あの面倒くさいね、サクッと終わらして。そうだね、うん、で愛媛の観光でも今日はしようかなと思うんで、で残り時間も結構あるんですけど、なんかこの控室がカラオケなんでカラオケなんですよね。なんで歌でも歌ってちょっと試合時間まで時間潰したいと思います。じゃあちょっと皆さん聞いてください。柴田が控室に来て土下座して負けてくださいって言ってきました。なんか見たことある光景だと思った。俺今言ってきたぞ。出ちゃうんですよ。やばいな。3000万って言ってましたね。3000万で負けてくれって土下座。やばいな本当に。でなんかね、初っ端試合開始早々タックルに来るから、そっから俺が倒れて、そっから足噛んで貸したいみたいなこと言ってたんだよ。ヒールボールをしてました、ね、そんなんやられるわけないからね。もうタックル来るなら膝切りでも合わせようかな。顔面に秒殺じゃないですか。それこそいいですよ。3秒ぐらいで終わらせるか。まあとりあえず、俺がね3000万でその条件を飲んだみたいな感じでルンルンで帰ってたんで、もうそこをね無視して思いっきり膝切りかましたと思います。まあとにかくね、そんなん無視して負けないんで。ガチでボコしに行きたいと思います。じゃあまあそんなことで楽しみにしてください。じゃあ次のインタビュー何しましょう。
な、久しぶり。働かないよ、働かないよ。ここにいる全員だよ。俺か、もしくはてめえが今日死ぬところを見に来てんだよ。そうだよな。おい、今日はデスマッチだ。おい、ここプロレスリングだぞ。グローブなんていらねえよ。グローブ取れてろ、おめえ。判定して殴り合おうじゃないか。え、グローブなし。どうなってほしいじゃないけど。23秒って言ったかな。23秒でしただよね。23秒早かったね。早かったね。いや、てか何あのグローブなしって聞いとらんけどまさかだったな。えぐいな、本当に。で、あの状況で言われたらさ、俺もやるしかないからさ、うん、せっこいよな、ちょっとせっこい。別に俺関係ないんだけど、知らんよっていう感じっていうかさ、その前にタックル来ようとしていきなりアッパー振ってきたから、ね、そうだよね。あれ、マジでせっこい。だってグローブなしでアッパー食らったらさすがに結構さすがに見えてたからよかったけど、
多分そのタックル来るっていうので俺が多分下向くから、うん、あその下向いたところに思いっきりアッパーを狙いに来てた、うん、あだからグローブそうだね、それでグローブ多分なしにしようって言って、うん、もう打撃はやりませんよっていうアピールからのアッパーだったんだよね、きっと。うわ、卑怯さねえ、卑怯さねえ、卑怯さねえ、なんか本気で勝とうとしてるんだよ、たぶん。あー、今回、あー、確かに、そういうことか。全部作戦なんだね。まあでも、本気で気合入ったね。最後タップしなかったから、ね、多分落ちてたでしょ。落ちてたし、失神してたよね。失神してた。タップしないからさ、力抜けた感じは分かったんだよ。すごい、でも本当に勝ちたかった、ね、勝ちたかったんだ。すげえな、すごいよ、YouTuber 魂が張りすぎたからね。でもすごくない、そのさ、あのグローブなしでやろうって言ってくるところ、普通にオープン以外殴り合うだけでも怖いと思う。でもなんかすごい盛り上がってたね。いや、めちゃくちゃ盛り上がってた。歓声とかもすごかったし、まあでもすごい盛り上がってくれて、うん、よかったし、すごい楽しかったね。いや、すごいね、柴田すごいわ。まあ、いい経験できたかな。楽しかったし。なんかパチンコ最後申し込まれてた。絶対言ってくると思ったしね。そうだね、お決まりだもん。勝負事は絶対負けたくないからさ。うん、まあこっちも最高に言うし。そうだね、確かに勝てるし、普通にパチンコもしっかり勝ちに来てね、もう徹底的に倒して、うん、もう二度とね絡んでくれないようにしてね、うん、向こうのホームでだともう勝ったら勘切るしかないですからね。そうだね、サクッと勝って。まあでも楽しかったね。うん、今から飯と酒だね。行こうか、観光。じゃあみんなありがとう、また。あはん、ビビ